こんにちは、梅です。今日の梅の朝知恵は家庭科編。こんなに汚くなったシンクやレンジ周りはどうしたらいいのです。では閲覧注意ですが、この日のためにしばらく掃除をしなかった現場をまずご覧ください。ひたすら掃除の動画です。よろしくお願いします。今日使うものを紹介します。中性洗剤、アルコール、カビキラー、重曹、そしてスポンジ。いつも掃除に使い込んでいるたわし、歯ブラシ、ネットスポンジ、使い捨てにするための使い込んだ雑巾タオル、そしてお湯を使います。まずは一番気になっている黒カビ落としからいきます。今や貴重なコンビニのレジ袋が奥から出てきました。カビは濡れ雑巾で比較的簡単に落ちました。あとはアルコールで拭き上げておきます。こういうデコボコのあるところも軽く歯ブラシでこすってあげるだけで、あとは拭き取りできれいになります。レジの水垢は意外と歯ブラシだけでもきれいに汚れが落ちました。狭いところは歯ブラシが活躍します。スポンジに重曹、中性洗剤です。頑固だった黒いつぶつぶも落ちました。仕上げはネットスポンジで一旦全体を水で流して拭き取りました。シンク周りがババの目にはだいたい綺麗になりました。ネジの部分は後で薬品の力を借りたいと思います。結構ピカピカですよ。次はレンジです。まずは五徳をすべて外します。熱いお湯を流してしまいます。火傷に気をつけてください。はじめに紹介しなかった鉄板焼き用のプラスチックのヘラを使います。ガビガビ汚れもお湯でふやけてスルスル集められます。なかなかひどい状態ですが、プラスチックなのでレンジ台を傷めないで集められます。ゴミを取り除いたら一旦拭き取ります。重曹と中性洗剤で少しこすっていきます。もう一回お湯をかけました。だいぶ綺麗になりました。タイルの部分は水と中性洗剤で汚れは軽く落とせました。前面のステンレスの部分はやや油汚れが頑固だったので、お湯と中性洗剤、重曹、水がつかないように気をつけながらたわしも少し使いました。換気扇フード周りは中性洗剤使用の後アルコールで拭き上げました。綺麗になりました。もう一息です。五徳とグリルの排気口カバーを一旦拭き取ってからたわしで洗っていきます。最後にカビキラーをタイルの目地にスプレー、排水口にも蓋にもスプレーしました。節約なので必ず換気をします。換気扇のフィルター交換しました。Thank you.
お疲れ様でした。今日の梅の感想は、1、水回りはカビが出る前にこまめに掃除した方がいい。2、台所掃除は身の回りにあるものでこだわりすぎなければそんなに大変ではない。3、壁さえ出なきゃ汚くても死ぬ気はしないです。ありがとうございました。